お待ちしていました。あなたならきっと来てくれると思ってました。この場は私たちの逃走のために用意させた不可侵の場です。どれだけ暴れても問題はありません。わかりますか？ここでならお互いに全力で戦えるのです。一目見た時からあなたと思っていました。この私の力を受け止めてくれるのはあなただと。褒美も報酬もありません。この戦いの勝者に与えられるのは名誉と称号のみ。創世より今のこの時まで磨き抜かれた私の血肉の果て、味わっていただけますか？それでは参ります。だからこそ人生は面白い。
ありがとうございます。私の未熟を知りました。そして同時に嬉しいのです。私はまだ強くなれる。人の限界はまだ遥か高みにあることが知れたので、今日のこの戦い、私の長い生涯においても絶対に忘れることはないでしょう。負けて悔しいのもまた人だからこそ、次は負けませんよ。